どうも皆さんこんにちは、ひとり親方です。隠し針のやり方を説明したいと思います。タイトルにもありますけどね、強くて美しい、ね、隠し針親方バージョンをご紹介します。この下の部分にですね、巻き結びをします。わからない方これカード貼ってますんで同じく見てください。で前後しますけど、前ねご紹介した鉢巻きをしてると、紐長垂らしやつをねこう引っ張り回さなくていいですね。必要に応じて長さを引き出して巻いていきますので効率がいいです。下で巻き結びをしたら上にかけます。でそのまま後ろに通して前に返ってきます。巻き結びした末端がね巻き込まれないように手前に引っ張り出して後ろに回します。同じく横に通して手前に返ってきます。この時この巻いていったものの常にね2周目3周目っていうのは外側にこう広がっていくようにしてください。戻ってきたら2周目ですね、同じように、できるだけテンションを張っておいて緩まないように引きつつ巻いてください。じゃあ次3周目、3周目最後この左のところまで来たら、今度表に出てこずにですね、裏から斜めにかけて右上に出てきます。ここですね。でここから割りといってね、ここですね、これただ前後に巻くだけだと十分な強度が出ません。引っ張り込んできたものをさらにここでね巻きつけることによってこれが引き締められて、で強度が出るんですよ。これをね説明してる動画が意外と少なくて、植栽のね公共事業なんか支柱でするときは必ずこの割りを入れるんですけどね、それ入れていきますね。上にかけて、でこのね最初の巻き結びの紐が巻き込まれないように下に回して、で上に出てきます、ね、この時しっかりこれをね、2周ぐらいやるんですけど、しっかり引き込んでくださいね、ぎゅっとね。これ引き込まれてないといけませんね。2回ぐらい割りを入れたら出てくるんですけど、最後10センチぐらいかな、10センチから15センチぐらいのところでもういらないので切っちゃいます。こう出てきましたよね。最後ちょっと説明が難しいんですけど、ここに通すんですよ。こここうね、支柱と支柱の間から上に抜き出して通します。こうでお互い真ん中同士が出てきますので、最後は男結びです。でね、これもカードに貼ってますので見てください。こうして、で最後締めます。ギューッとね、はい、できました。で真ん中をこう寄せてやるとねまとまりいいですよね。はい、これが親方考案のね強くて美しい隠し針のやり方です。ちなみになんですけど、これ今ねぐらぐら動くんだけど、仮止め程度でしたら以前にご紹介したコンストリクターノットですね、これギューッとね締めたらもうすぐ使えますから、コンストリクターノットね。よう締まっとる。チャンネル登録はこちらをポチッ。今後の動画作りの参考になりますので、ぜひコメントお願いします。 Twitter ではライブの事前予告や日常をつぶやいています。フォローよろしくお願いします。そしてブログも見てね。ご視聴ありがとうございました。